お疲れ様でございます。週の最初の夜のご挨拶は山本豪雨でございます。町屋での東京都議会議員選挙と同じ場所でのご挨拶でございます。全力の山本豪雨、こちらで訴えさせていただいた30代からの、不妊治療補助実現をさせていただきました山本豪雨でございます。4月でしたかね、子育ての政策がテーマでございました。勉強会におきまして、その本レポートか、もしくは翌月の宿題レポートか、どちらかが失念しましたが、37からの不妊治療の補助が必要、埼玉やってますよ、東京都はいいんですか、やんなくてと、そういう提言をいたしまして、そして、本ちゃんの都議選で全力で訴えさせていただきました。7月のうちに35歳からの不妊治療の補助を東京都が掲げたと、そこで一つでございます。今はその続きとして、妊婦さんのケアの切れ目ない政策、補助と、切れ目ない支援ですね、補助だけではなくて、ここは次はお金のかからない政策、規制の緩和、妊婦さんが飲んではいけませんと日本で決まっているが、アメリカでは飲んでも構わないような妊婦さんの禁忌薬を規制緩和していく、こういったことを今度は厚労省にやっていただくと、ここが進行中、山本豪雨でございます。女性政策といえばなんです、山本豪雨でございます。頑張らせてください。本日は不妊治療の補助、ここで喋るときは不妊治療の補助、これをやった、そして妊婦の禁忌薬、妊婦さん禁忌薬をやる、ここをまずは頑張っていきます。ここで喋るときの山本豪雨の女性政策でございました。それでは行ってまいります。お疲れ様でございました。お足元を気をつけて。